人気は9番金沢が中心、ラインの坂本への9番4番、神奈川北浦への9番1番というところも売れていました。さあ青番周回に入っていった9番の金沢、4番の坂本、8番の長岡、さあ7番手から6番の三浦平四郎が上がっていく。その三浦の上昇を横目で確認しました5番の野口博士ですが、ここは三浦を生かせますか。いや、三浦が5番の野口を抑えていく。2センターから4コーナー、誘導の後ろ6、9番の金沢がちらっと後ろを振り返りました。さあアウトコースから上がってくる6番三浦平四郎、赤番から出ました三浦です。2番の高橋、3番の高峰、さあこのラインの後ろに続いていくのが5番の野口博士。さあ野口が2コーナーからバックストレッチ、前を叩こうと踏んでいきますが、1番北浦がちょっと離れ加減だ。打鐘が入った。さあ叩いていった野口なんですが、1番の北浦が完全に離れてしまって、2番手離れて追っていくのが6番三浦平四郎。残りは1周です。さあ思い切り逃げていく5番の野口博士、2番手は離れて6番の三浦平四郎、3番手は2番の高橋典文、アウトコースには1番北浦和人、それから9番金沢ですが、この金沢のまくりは届くのかどうなのか。3コーナーから2センター、5番の野口が気持ちよく逃げている。4コーナー回った、先頭は野口だ、野口先頭だ、9番の金沢届かない、5番の野口完全ブレーキ。